はい、どうも、ジャンニコです。今回はね、この前テレビ見とったら発見した博多ポン酢試していきたいと思います。このポン酢で白滝を食べると絶対むせるっていう、そういうポン酢らしい。ほんまなんかな？まあちょっと一回やってみたいと思います。白滝がないんで、お家に。で、たまたま家からこんな春雨スープが出てたんで、春雨スープっていうか、春雨だけ使って、春雨でちょっとやっていきたいと思います。見とけよな。まず、かやくスープとかはちょっと使わへんから今日は。お湯を注ぐで、3分待っとな。とりあえず3分待っとな。色は普通のポン酢なんやな。匂い、ちょっと嗅いでみたいと思います。ごっつい。これごっついわ まだ開いてへんのにさ、こっからも匂いがすごい。ごいす。ほんまにむせんのかな。絶対むせるらしいからな、これ。わからんな、匂いだけじゃ。鼻詰まってるし。もうええか？ 3 分経ったか？もうええな。3分経ったやろ。一撃でいこうか。じゃあ、入れたいと思います。こんなもんで、この春雨スープの春雨を、実際こんだけしか入ってないわけよ。これちゃんと水切って、一口でいくで。じゃあ、これいっちゃいます。食えへんし。ごっつ。さっき量多かったんで、ちょっと半分ぐらい、半分3分の1ぐらいにしていくなー。分けたらいけるわ。やばこれ。もううまいんやけど、酸味がめちゃくちゃすごいんかな。すすった瞬間ってなる。すすった瞬間、これすすった瞬間ってなります。わかったか。どうもありがとうございました。